すみません、まだこの周辺には入らないでもらえますか。足跡を取っていないのでご協力いただけると助かります。仕方がない、私がサポートしてやろう。ズームモードを使うんだな。ああ、そうすれば近寄らなくても調べることができるだろう。眼下の中に目玉がくり抜かれている。左目か。おそらく殺害した犯人が抜き取ったものと思われる。そうとは限らないだろう。殺された後カラスか何かがついばんだのかも。それはありえない。出血の量から考えて眼球が抜き取られたのは被害者の生存中であることは明らかだ。つまり生きながらにして目玉をくり抜かれたと。そうだ。伊達の体内ストレスホルモンの分泌を確認。コルチゾール ACTH の濃度が上昇している。難しい言葉を使うな。俺はただ悲しいだけだ。知り合いなんだ。知っている。最近ではめっきり会う機会もなくなったが、今のところこの現場の近くから眼球が見つかったという報告はない。犯人が持ち去ったっていうのか。その可能性が高い。何のために。それを調べるのがお前の仕事だ。区間全面部に有線無人機による複数の死相を確認。死因はこれによる失血死。死体温および死後硬直の進展状況から午後5時前後と推測される。アイスピックのようなものでめった刺しに。残念ながら特に進展はありません。この季節にしては珍しいわね。これじゃ足跡を取るのも難しいんじゃないかしら。になってるみたいだ。犯人の残したメッセージ、ずっと前からここに忍び込んだ悪ガキどもが。
今から2時間ほど前、それで所轄の警官がこの付近を調べて死体を発見した。そうだけど、通報してきたのが誰なのかが、まあ詳しいことは後で話すわ。もしかして頭でも打った？あなたの名前は伊達要、警視庁の特殊捜査班アビスのメンバーであり、現場に呼び出されるのは当然じゃない。だが俺の仕事は死体を見ることじゃない。確かにそうだけど、この事件については例外だって。あなた彼女のこと知ってるんでしょ？あなたに知らせないわけにはいかなかったのよ。名前は名田美翔子、知ってるでしょ？あなたとは何年も前から深い関係にあった。誤解を招くような言い方をやめてくれ。ただの知り合いだ。まだガイシャが見つかったばかりなのよ。何もわかるわけないじゃない。ただ一つだけ言えるのは、模倣犯かもしれないってこと。6年前に起こった。6年前の事件？なんだ今の音？音の発生源を解析。方向から考えて、メリーゴーランドの柱の中から聞こえてきたものと思われる。柱の…だて、X 線モードに切り替えるんだ。マジかよ。中に誰かいるようだな。なあ、ちょっとまだ！うるさい！おい、誰かいるんだろ？答えてくれ！ダメだ。どうやら内側からロックされているらしい。くそ。おい、中のやつ、危ないから下がってろ。